最初の頃は意味がわからないっていうのはすごい聞かれて、今でこそトルコで日本が統一して、意外とでも結構早い時間馴染んだ感はありますよね。歌う名前はないし、ないし、他にもバンド名の候補いろいろ考えてたんだけども、なんかすごいハードコアっぽい感じもしたし、わかりやすいし、ブラックメタルらしいかなということで、そうするの。もうロゴもだからもう極力シンプルに、なんかごちゃごちゃやらないし、分かりやすく一番らしいロゴかなっていう感じがするかな、うん、だから坂戸十字架してて、
でもやっぱりそのギターのリフとか曲の構成が出来上がった時にまずやっぱりバーティーに相談して、ここにブラストビート入れたりとか、今考えてるのもセカンドの方ではちょっと DB とかハードコアスタイルの DB が入ったりとか、そしたらやっぱり基本的にプリミティブでも NS でもあとアンビエントでもあとテイラースタイルでも何でも関係なく、もう本当にブラックメタルっていうのを今は目指してます、プリミティブとかそんな関係なく、プリミティブスタイルとかノイズとかも関係なく、やりたいスタイルのブラックメタルだけを書くんです。だからプリミティブですよねとかノイジーですよねって聞かれても、もう何も言わずに、いやブラックメタルだとしか言わない、ブラックメタルっていう名前に誇りを持ってバンドやってるから、プリミティブだろうが何だろうが関係なく、ソルクはブラック、プリミティブでもノイズでも何でもない、セトハブラック。ただシンフォニックとか変なメロディアスなのはもう絶対取り入れないようにして、メロディー入れるんだったらちょっとドゥーミーな感じの落ち込むようなスロースタイルに出たり、ボーカルスタイルでも最近はもう気違いみたいなもう叫び声入れるとか、あと最近流行ってデペプスでだってあれ、あの自殺系のデペプストラックみたいな、ああいうスクリーム入れてくれとか、基本的に曲に関しては全部僕が握ってる感じで、でアレンジはもう3人に任せて曲のスタイル崩さない。アメリカの歴史。